ユーリ・ユリエビチラ・リオノフは、ロシアのボシビルスク出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ナタリア・ザビアコ、ベーラ・バザロワ。2010年バンクーバーオリンピック、2014年、ソチオリンピックロシア代表、2012年、ヨーロッパ選手権2位、2012年グランプリファイナル2位、2012年、ロシア選手権優勝。 2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権に2016年に結婚した2017年12月17日に第1子となるダンジンが誕生したロシアのノボシビルスクに生まれ4歳頃にスケートを始めたやがてベラ・バザロはトップペアを結成し2006から2007年シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦を果たした JGP スピンオブノルウェイで4位、JGP 台湾杯で2位となり、初進出の JGP ファイナルでは7位となったものの、世界ジュニア選手権では2位となる。2007から2008年シーズンは、ISU ジュニアグランプリの JGP ジョン・カリー記念で、優勝、シニアクラスの ISU グランプリシリーズスケートアメリカにも参戦し3位と躍進する。 しかし優勝を果たしたはずの JGP ファイナルで競技前に実施されたドーピング検査でラディオノフに陽性反応があり失格2年間の出場停止が課せられた出場停止が解けた2009年のロステレコム杯で4位ロシア選手権で3位になりロシア代表としてヨーロッパ選手権バンクーバーオリンピック世界選手権に出場した2010から2011シーズン グランプリシリーズ2 0 0に初めて出場し、両大会ともに2位。グランプリファイナルに初出場を果たした。ヨーロッパ選手権では銅メダル獲得、世界選手権では5位入場し、前年よりも良い成績を残した。2011から2012シーズン、ロシア選手権では初優勝。なお、この大会には前回大会の上位2組は出場していなかった。 ヨーロッパ選手権では2年連続でメダルを獲得。ロシアの表彰台独占の一翼を担った。2012から2013シーズン、ネーベルホルン杯の SP ではザロアが全部を負傷し、危険。一時は手術の可能性もあったが行わなかった。グランプリシリーズは予定通り出場し、ロステレコム杯で2位、NHK 杯ではグランプリシリーズ初優勝、2年ぶりに、 出場のグランプリファイナルでは2位。ロシア選手権は靴のトラブルのために欠場。続くヨーロッパ選手権は手首の怪我のために欠場。3月にはニーナモーゼルにコーチを変更した。2013から2014シーズン、ソチオリンピックでは6位入賞。世界選手権では7位に入るもバザロワとのペア解消を発表した。4月には エストニアのナタリア・ザビアことのペアを結成した。2014から2015シーズン、ロシア選手権では7位。2月のカップオブロシアファイナルの前には、痛みがあり練習することができず、病院に行ったところ、皮膚筋炎で最低でも、全治6ヶ月との診断を受けた。シーズン終了後、ザビアことのペアを解散した。 ユーリ・ラディオノフのインスタグラム2017年12月18日の投稿 http コロンスラッシュスラッシュ www.juniorworlds2008.com スラッシュ五イコールニュース &p イコールも &news& イコール95税税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  ありがとうございます。